まずサンダーバードの新エピソードが存在するっていうのを知ったのはいつ頃とか覚えてますか？コロナになる前では2、3年前だと思うんですけど、はい、知り合いがやってる飲み屋があって、はい、そういうのが好き者が集まるところなんですけど、特撮好きが集まる、でそこでモニターでこれが流れてたんですよ。お、あ、新エピソードがですか？新エピソードに見えないっていうか、そうですね、いいイメージですよ、はいはい、だから見たことない、だから見たことないエピソードなわけですよ。そうですよね、全話見てるはずなのに、あれあれってなんだよこれと、ていうか俺見たつもりでいて見落としてたのがあるのかみたいな、忘れちゃったとか、なんか何十年と俺、サンダーバード好き、俺好きだよみたいな言ってたのが全部なんか足元から崩れ落ちるような、酒も入ってるんで、これなんだ、何これみたいな、でもなんか言えないんですよ、はい、なんか見てないのこの話とか言われたら、ちょっとね、一応こういう仕事をしてる立場上なんか保険に関わるんで言えなくて、やばいなこれ、どうし俺とかってそしたらなんかそのマスターというか酒場の主人がなんかクラウドファンディングで、はい、なんか返礼でもらったっていうそのブルーレイだったんですけど、っていうか新そこで初めて新作だって分かって、すごいなって、ちょっと最初まず安心しますよね、全部知ってたんだって、自分知らなくてよかったみたいなそうなん、そっか、じゃあそのマスターはそのファンで、今回ねそのラジオドラマの音声だけあったものを新エピソードにしたってことですけど、そのクラウドファンディングに参加したってことなんですか？私は参加してないけど、そのマスターはってことですよね。すごいな。でそれで本当もう金を集めて、ああやって、言っちゃえば完コピなんですよね、ビートルズ再結成して誰も気づかないみたいな、はい、知らない曲なので、そういう感じなんですよね。そうですよね、でも実際クオリティとかもすごいですよね、人形は、まんま残っていて、結構いろいろ作り直したりとか、はい、新しい要素とかもあるんだけど、普通ああいうことやると我々とか自分だったらこうしちゃうのになって、ちょっとかっこよくしちゃったりするわけですよ、そこをぐっとこらえてやってるところがね、やっぱり素晴らしいなと思いました。構えの技術のままやるっていうところにこだわったわけですよね、どうですか、その自分がそういうのをでもやがて、自分がそのエピソードをやがて構成するってなった時はどう思いましたか？夢のようですよねで、本当今回それを作る上で、新しいエピソードだけだとそもそもなんか一番面白い要素って、その何だろう、今これを作ったことだと思ったんですよ俺は。内容だけじゃなくて、内容以上にもうそれがその何だろうな、その文脈がないと、昔と同じですねって言われておしまいになっちゃうんで、見る人はやっぱりそのなんか全然世代も違う人たちがこれを本当当時と同じように作ってるっていうのに僕ものすごい感動したところがあって、だから本当そのインタビューとかから始まるんですよ。そのラリビエさんと今回撮った監督の話から始まって、じゃあ本編を見てみましょうみたいな感じにして、こだわり感じるし、どうですか、もし、完全オリジナルを作れるとしたら、もう全部貸しますって言って、そのメカも人形たちも全部、全員どんなストーリーを作りますか、樋口さんは。そうですね、なんか漠然と思ってるのは、というかこの仕事をやってて、自分がやりたいっていうわけではなく、誰かやってくれないかなと思う、最終回なんですよね。だいたいこうテレビドラマって最終回ないじゃないですか。確かに、みんななんかこう、また第シーズン2とかシーズン3とか、多分サンダーバードもそうするつもりだったと思うんですけど、その後どんどんやりたいことがどんどん変わっていっちゃって、最後はサンダーバードから5年後に謎の円盤 UFO っていう、ドラマがあって、それとかとうとう人形じゃなくて人間で撮ってるんですよ、出てくるメカとかなんとか似てるんですけど、なぜかもう全員人間なんですよ、実写になっちゃって、だから人間に近づけた結果最後は人間になってるみたいなピノキオみたいな感じ確かに人間になりたいよって、そういう風になっちゃったりとかして、だからこのあと二十何本作った後に、
映画が2本作られるんですね、うん、はい、劇場版サンダーバードと、サンダーバード6号っていうのが作られて、はい、それを最後にもうないんですよ。まあその後なんかリメイクというか、あの、はい、リメイクでなんか CG だったり、ね、だったりっていうのはあるんですけど、はい、もうないから、ぜひね、本当最終回ってやってほしい。最終回、さらばサンダーバードみたいな、泣き、絶対泣けると思うんですよ。もうどんな終わり方なんだ。まあでもハッピーエンドには、うん、まあ、バッドエンドではないですよね。出たと思うんですけど、でもなんか、はい、なんかつまりそれに最終回にふさわしい大事故とか大災害があるのか、はい、もうあの5機のメカが力を合わせてみたいな、はい、あ、いいですね。実は調べたんですけど、やっぱりね、はい、5機同時に出てくることがないんですよね。1号5号とか。へえ、それもそういうなんか制限とか、なんかそのストーリー的なじゃない背景もあるんですかね。いや、あんまりな、だいたいでも出せるのか、だいたい気分で出してるじゃないですか、ね、はい、なるほど、まあそうね。もう最終回とか、本当最終回っていうか、ね、あのクリスマスの話とかね、はいはい、あの見学に来た子供が、じゃあ3号がいいとかって3号打ち上げてますから、ね、はい、ありましたねひどいなと思って私物化してますよ ね、 ね、あんな秘密なのに2人、うんうん、だから意外とね、だから全部が揃ってるのないし。そっか、でペネロープも、パーカーもみんな着て、あのロールスロイスになっても、全員揃ってみたいな。それだけでテンション上がりますね。まあ、一つだけ問題があるのは、はい、5号だけいつも宇宙にいるんで、はい、そうですよね。5号どうしようかなっていうのが、ね、確かに、そうですよね。だからその時は、ジョンもちゃんと来るんですよね、みんなと一緒に。引きこもりが一人、いつも一人ぼっちで。そうです、そう、かわいそうなんですよね彼もついに仲間に、仲間に入れてもらえるあ、確かに最終回いいですね。ちょっと最終回見たいなとか、ぜひ今回もね、はい、イギリスのスタッフでやってほしいなと思いますね、はい、そうですね。声だけね、あれですもんね、まあ、日本ではね、でも今回新しい声優陣も加わってるから、ね、全然違和感なくできますよね、あの今芸能界で一番黒柳徹子さん濃度が高い女優さんということで、はいはい、満島ひかりさんを、そういう理由なんですか。もうだって黒柳徹子さん役をやってますからね。やってます、そうだね、トットチャンネルで、はいはい、あ、もうってことはもう、のもう憑依できてる、憑依は完了してるんで、そう、それで受け継いでもらったんですね、あ、いいですね、バトンをちょっと受け継いでいただいて、いやー、私ね、ちょっといろいろでもそう思うとなんか見てみたい、なんかまだまだ可能性が、そのスーパーマリオネーション自体もすごくやっぱ未来がある技術に私は感じましたし、ね、嬉しいです。いや、楽しかったです。もう本当に止まんなくなっちゃってあの大体乗り物、ひどい目に遭うの大体乗り物ですからね。そうですね、なんか間に合わないんですよね、大体間に合ったのにダメになるのが多いし、あとやっぱその水の使い方が楽しくて、水入っちゃうんだと思って、MI5 の感じ、そうですよね、ワニとか、そういうのとか、ワニとかあれ本物ですから、そうですよ、急に本物のワニ出てきましたよね、あれバレてるって思ったけど、たまに本物で人の手も明らかに手でしたよね、スイッチを押すところとか物を取るときは必ず 本物になるっていう、ね、いやでもそこも含めて全部とってもなんかもうもっと早く知りたかったですね。嬉しいでございます、うん、なんかすごい素敵な機会をいただいて、今回の 3つの新作を見た感想をぜひ、はい、あ、はい、いやでも今回の新作も、まあ、でも面白い、あのやっぱりそのスノーマン、はい、あ、雪男だ日本語で、やっぱあれは普通になんかペネロープの服とかも、おしゃれで、ね、おしゃれで、あれをね、あれはでも現代で作ってると思うのもすごかったですし、全部やっぱすごく楽しかったです、現代作ってるのになんか、はい、あの当時あったっぽい感じがするじゃないですか、あの当時のあったっぽい感じで、あの雪で特撮、真っ白のところで特撮するのは多分難しい、そうですね、ですよね、もう鼻の穴にみんな入っちゃうんで、はい、そっか、目が飛んだり、あとやっぱなんか反射とかね、いろいろあの、ね、スターウォーズのあの、エピソード5での、はい、あの雪の奇跡とか、ね、あれとかなかなかやっぱりルーカスとかは、あんなもう何でも反射で映ってめちゃくちゃ大変だったっていう言葉はすごく印象に残ってたので、あれとかも今の技術についあれは CG とか使いたくなるんだろうなと思いながら、多分すごい大変な思いをしてやってると思うんですよ、だからそういうところも見てて結構、
お願いします。あとそもそもそういうねラジオドラマとか楽しいなと思って、あれ普通にレコードとかでねみんな聞いて、だから本当、はい、多分信じられないかもしれませんけど、僕らが子供の頃っていうのはビデオがなかったんですよ、はいはいはい、だから録画して後で見るとか、うんうん、今だと配信でも見逃し配信とかあるじゃないですか、はい、もうそんなものもないし、それがない時代は自分でもうなんかタイマー予約して録画してたわけですよ、うんうん、はい、それもない時代とかはもうカセットテープで録音とかして、あ音だけテレビの前にこうカセットテープレコーダー近づけて、はい、で母ちゃんとかがなんか喋ると、はい、うるさい、出た、ね、あるあるですね、とかやってたんですけど、はい、だから本当なんだろう、音が一番のなんだろう、自分にとって記録っていうか、記録する記憶をなんか拡張させるものだったんですよね、はい、でもなんかそう思うとやっぱあのイギリスのチームあれ作るのすごいプレッシャーだったでしょうね、だって音で聞くとやっぱり自分のイマジネーションが入って、なかなかそれを超えるのって基本的に難しいじゃないですか、でもそれをやっぱり成し遂げたって改めてすごいですね、だって本当そのぐらいサンダーバードを愛してるっていうのは、ね、そういうことだ、愛なんですよね、本当あのちょっとあの劇場版見ていただくと最初にその監督たちのインタビューが入ってるんですけど、それがもう愛に満ちてて素晴らしいのと、途中でオリジナル版の本当は1966年にやってたオリジナル版のスタッフが参加するんですよ、もう人形を使ってた女性がおばあちゃんになって、それで一緒になんか動かしたりと か、 なんか世代を超えてなんか一緒に作ってるっていうのがまた感動しちゃうんですよね、そういうのって日本の特撮そのまあウルトラマン、はい、ウルトラマンとかシンゴジラとかでこう、当時のスタッフとかって、なんかハードルとか結構ありそうですよね、勝手な感じですけど、まあ、みんなおじいさんなんで、でもね本当撮影とかでその当時の方とかいまだに参加してもらったりとか、いいですね、今本当ウルトラマンもあれなんですよね、はい、信じらんないけどウルトラマンって手から光線出すじゃないですか、うん、はい、まあ、あの光線を出すアニメーションを描いてた人がまだね現役なんですよ、80何歳でいまだにアニメーターとして、はい、仮面ライダーとかのビリビリとか光線、はい、光電があるじゃないですか、はい、あれとか描いてる、へーすごい、なのでその人にお願いして、はい、あの昔と同じでいいんで昔のを描いてくださいって、ウルトラマンが出す光線のアニメーションとか全部描いてもらって、はい、へーすごい、やっぱ、ね、どうしても僕らが真似しちゃうと本物じゃないんですよ、はい、ちょっとしたなんかあれ普通だったらこんな今だったらもっとそこ綺麗にやっちゃうのにっていうところもちょっとラフにしたりとか、それがかえって本物らしいっていうのがあるんで、はあ、絶対注目しよう、そこ見るとき、だからほとんどの部分は多分今どうしても今のお客さんに見ていただくんであれば CG とかになっちゃうけど、どっかで必ずそういう昔の人の残したものっていうのをなんかこううまく取り入れていきたいなと思いますよね、はい、ですね、大丈夫ですか、すごい、あのご本人を前にですけど、はい、石川さんと今日お話ししてみてどうなりますか、いやだって失礼ながら同志というか、同志というか多分自分よりもなんか多分この魅力を説明するのが上手なんですよやっぱり、いや本当に自分の不甲斐なさが今ね、いや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 、それか嬉しい、湘南モノレールとか乗ったことあります、大好きです、最高ですよ、あの湘南モノレールは日本、世界一エキサイティングな航空、そうですよね、あの真下もう道路の真上を通る、そう今はねやっぱりその鉄道法変わって、あんなギリギリ作れないんです、もっと高くしなきゃいけないし、カーブもあってトンネルもあって、やっぱ懸垂式モノレールはもう大好き、いいですよね、はい、すいません全然違う話、長男モノレール大好きいやモノレールエピソードが一番良かったっていうそうです、懸垂そのモノレールで通学してる、あそうなんですか、いいな毎日乗ってたってことじゃないですか、いいな、こんなにあの話がビビッと合うと言いますか、はい、女性はなかなかいらっしゃらない、ありがとうございます、いや多分は合わせていただけたんだと思います、いや違うんです、あのやっぱりこういうあの私消費しかしてなくて、こういう生産してる側の方々をいや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 、なちょっとでも言語化して役に立てたらなってずっと思ってたのですごい嬉しいです、これからも言語化を
サンダーバード一気にご覧になって、はい、その上で小林さんとお話しするというのはどんなお気持ちでした？いやでもやっぱりその世代を超える魅力はもちろん、やっぱりその特撮的な魅力とかその影響力はすごくお話伺って感じましたね、やっぱその愛の深さとかもすごく強く感じますし、やっぱいろいろもっともっとその裏側のことをいっぱい聞きたいなって思っちゃいました。でも実は本当サンダーバードの特撮を作ってたスタッフがその後2001年宇宙の旅っていうキューブリックのその特撮に行って、でそこからどんどん流れてって、最後はあのエイリアンっていうの1本目だったり、あるいはあのスターウォーズの1本目はやってないんですけど、2本目の帝国の逆襲っていうのは、あの本当その特撮のなんかディレクターがサンダーバードの特撮のセカンド、あれ二班体制でやってて、A 班はそのあのデレック・メディングスっていう人で、その人は後に007シリーズの特撮をやるようになるんですけど、 B 班の監督だったブライアン・ジョンソンっていう人が帝国の逆襲だけなぜか、はい、まあ、あれ撮影がロンドンでやってたんで、はい、多分それで呼ばれたんでしょうね。じゃああの AT-AT とか動かしたりしてたとかね、あの辺はねあのアメリカでやってて、アメリカで、ね、あのジュラシックパークとかのモデルアニメーションを作った人がやってて、はい、じゃなくてね、あそこなんだあの真ん中辺のなんか、うん、ランドの場所で、ね、あの人誰でしたっけ、あの雲の惑星の中で、はい、のなんか最後あの、うん、ルークとダース・ベイダーが戦って、はい、I'm your father, no!、はい、ってやったりとか、あとあの何でしたっけ、はい、あのハンソロが、うん、あ これにこうなっちゃうじゃないですか、はい、フリーズされるところ、あの辺のなんか、煙がブワーッと出てきたりとか、あの辺を全部やってて、一番いいシーンじゃないですか、あだからサンダーバードのそのなんかこうやってたことっていうのは、その後やっぱりテレビというフィールドだとか人形劇ではなくて、本当になんか日本の日本で世界の SF 映画のなんか頂点にどんどん上がっていくっていう。そうなんですね。あすごい、やっぱもう偉大ですね。すごいんですね。多分 4,5 時間話せますよ。